文脈をなんか何本か走らせながら、それがどんどん外れていって知らない街にたどり着くみたいななんか僕が都市が好きな理由っていうのが、動き方によってなんか自分の人生がどんどん変化しちゃっていくことがなんかその。今回の講座ゲストはキュレーターアートアンプリファイヤーの吉田山さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ご紹介お願いします。はい、吉田山さんです。アートアンプリファイアとして都市と山村の生活経験やその地の歴史を素材とし、都市のインフラや場所をオブジェクトとして再利用する施策をもとに、展覧会、キュレーション、アートプロジェクト実践、出版、経営を試みつつ、社会のオルタナティブな関係性を実践されています。アートサイト神津島2024共同ディレクター、熱海アートレジデンスプログラムディレクターを務め、今日の日本のアートシーンで注目が集まるプレイヤーの一人です。ミートアートフェスティバルのキュレーターとしても参加していただくということで、吉田山さんからこれまでの経歴というか、やっていることをなんかいろいろ伺えたらいいのかなと思います。はい。ちょうど6月の9日まで展示やってたんですけど、横浜バンクアートステーションっていうところで、横浜トリエンナーレの関連企画で出していた作品で、この見えてる机とか、紙とかもろもろこの展示のために作ったんですけど、それは、都市を、どうやって抽出するか、都市の遺伝子を抽出して、それを版画として反転させたり、蒸留として、植物とかを一度中のものを外に出したりして、都市の中でいろいろな取り組みをして、最終的にまたそれを流通させていって、都市の遺伝子みたいな、水脈とか何か隠れてるものがなんか探っていけるんじゃないかっていうものをこれはしてました。これは、キュレーションというよりも作家としての。これはそうですね。作家として、作家でもあられるということなんですよね。作家という状態の時もあります。一応プロフィールとしてキュレーターとして紹介してる。ちなみにこれは何が作られてるんですか。これは5km 半径ぐらいの、横浜の地層図を元に作った地図なんですけど、地図なんだ。そうなんです。オリジナルの地図を作って、それに実際国際的な出版のコードをつけて、国会図書館に今アーカイブで収めに行って登録されていたりして、なんかインフラを別の使い方をしたいみたいな気持ちがいつもあって、単純に展示するだけじゃなくて、展示したものを別の回路に組み込んでいって、それをちっちゃい雑草の根っこみたいに残していきたいなっていう気持ちがいつもあります。こうやってオリジナルで作った地図を国立の図書館に収蔵していくっていうことで、それがちゃんと展示で終わらずに、そうですね、これからも一般の人たちが触れていけるものにする。その目標があるっていうよりは、いろいろ試してみて、なんかどういうふうなアクションが起きるかとか、そのやってみてどうなるかっていうことをいつも、それも自分の中で楽しみの一つにしているというか、ローリングストーン形式というかで、これは、ジョージアヨーロッパとアジアの境目のジョージアっていうところで2年前に行った企画なんですけど、日本の作家さん20名に、5センチ角の箱に収まるサイズの作品を作ってもらって、それ僕がもうバックパックで持って行って、向こうのアートスペースで展示して、それをジョージアのちょっと窓辺に置いてくれたら、これ持ってっていいですよっていう企画をして、でもそれは窓辺っていうのが個人的な空間と、外の何かパブリックなものの境目で、しかもそのちょっと見せるための窓ってあるじゃないですか、ちょっと出っ張ってたりする、そういうところがとても面白いなと思ってたんで、それを単純にとにかくやってみたというか、すごい低予算というか、僕のポケットマネーというかみたいなところでやっていて、あとはもう2022年の9月だったんで、ロシアから難民というか、兵役を逃れたいロシア・ウクライナのその戦争でのっていうなんかそういうものとかの気配も感じつつ、むしろなんかそういう場所に行きたいなっていうのがあったんで、まあそういうところに行ったりとか。ちなみにこれはアーティストとしてのオファーだったんですか？キュレーターとして？いや、オファーされてないです。されてない。アクションとしてすごくその異質っていうか、アーティストとしての作家活動なのか、キュレーターとしてのアクションなのかっていうのも、いやいや面白いなと思って僕もなんか考えながら、なんかまあアートアンプリファイアっていうのもなんかコラボレーション的なもので生まれた肩書き、アンプリファイってまあ増幅させるって意味ですけど、アンプリファイアってなるとどうなるんだろう。増幅させる人みたいな。あ、ファイヤー。そうそうですね。増幅人間。増幅させてますね、確かに。とかあとは渋谷のシビッククリエイティブベース東京っていう2年前ぐらいにできたメディア系のアート施設なんですけど、そこで XR を使った、まあ、これは完全にキュレーションで、いろんな建築家とか、アーティスト、ビジュアルアーティストとか音楽家とかを呼んで、それぞれ AR とか、まあ、XR と呼ばれるそのこういう、まあ、見ての通りこの現実空間にはないんだけど、ディスプレイを通して現れてくるような作品を作って、渋谷駅の周辺に設置して、でマップを作ったりして、まあ、渋谷っていう場所がもともと谷だったから、まあ水の流れを可視化させようっていう、まあこれは建築家のグループっていう人たちが作っていた作品なんですけど、これは米沢周さんと、京都の小松和美さんと、あと声楽家の方との3人組のユニットで、東京都の、小学生と合唱曲をまず歌って、その収録した音をもとにアニメーションを作っていって、2分ぐらい妖精が歌うっていうものをやっていたりとか、これはまあその XR の展示でした。そのサンソンっていうものは、はい、どこから来てるんですか？僕がもともと富山出身なんで、富山の森山だったりみたいな場所で育った時の経験という、冬の日とか本当に晴れてる日に立山の連峰、まあ、アルプスって呼ばれるようなものが見えてきて、それが結構な距離感があるんで、なんか映像のように見えるというか、まあ、すごい綺麗の原風景になっていて、まあ、そこからまあどんどんアートに出会っていく時に、まあ、一つなんかそのあの時の経験とか、記憶みたいなものが価値基準の一つであるなと思って。あの風景やその時に感じたこうなんていうか、まあ、ものを、まあ、この都市空間にどういうふうに落とし込んでいくかみたいな。そうですね、まあ、その自分がプロジェクトやる時によくその本を作ったり、何かまあ複製芸術って呼ばれてるような、まあ、コピーをいっぱい作れるような体制がかなり興味があって、まあ、これは2021年に展示をしたんですけど、展覧会を野外でして、それの記録冊子を作るという時に、ただ単にアーカイブじゃなくて、まあ、ちょっとまあ、未来にも向けたアーカイビングっていうのをどうしたらいいんだろうっていうのを考えて、まあ、どういうふうに捨てずに物を別の再利用するかっていうことを考えながら、あとはアート系の弁護士さんに頼んで、展覧会のフランチャイズ権っていう契約書を作ってもらい、もともとまあ別の友達がそういうのを作っていて、それを引用させてもらう形で、その人に頼んで、まあ、本当はそういう権利というか法律的にはあんま効力がないんですけど、一応そのアート系の弁護士さんに叩き台作ってもらって、何回か往復してその契約書を作ってもらって、それを中に入れ込んでいって、まあ、記録冊子としては作ってはいるんですけど、自分のプロジェクトとしてやるっていう時に、なんかその右へ習えなことをするべきなのかという自問自答が3日間ぐらいあり、ちょっとやめようっていうことになり、こういう形になってきました。で、30部並べると一つの大きな写真になるっていう仕様でもあるんで、まあ、こういうふうにフレームを作って、これは今年沖縄のやんばるアートフェスっていうところにこれをフレーム作って展示してました。なるほど。初めにお見せした横浜のもそうなんですけど、うん、ちょっと途中から脱線するというか、うん、こっちのルートじゃなくていきなりギアというかシフトが変わって、うん、別の場所に行ってしまうみたいなことがすごい興味があって、常になのでなんか文脈をなんか何本か走らせながら。なんかそれがどんどん外れていって知らない街にたどり着くみたいななんかそういうことがいつも興味があるというか。なるほど。神宮前にもスペースが今は移転中なんですよね。あ、そうですね。もともと2018年から22年ぴったり2年間、高田光くんっていうアーティストと一緒にやっていたスペースがあって、うん、まあそこでは。そうです。神宮前のもう取り壊された、うん、ヴィンテージマンションと呼ばれるようなところの3階でかなり強引な形でギャラリーっていう状態を作ってまして、そこで、2年間で10個ぐらいは展示したり、イベントをしたり、いろんな人が関われるような場所、うん、交差点というか、僕らはその時まあ、場所が入りづらいっていうのもあったんで。なんかあえてなんか路上だって言い張っていてなんか路上だから来やすいよっていう路上の延長だぞと路上の延長なんでヴィンテージマンションだしセキュリティもないよみたいなそうです、ね、3階まで来れるってまあそこから僕自身その展覧会を作るっていうことが始まって、うん、それもまあ半ば自分がそういうふうにしようと思って計画立てていったというよりはなんかとにかくこの場所があるっていうことが面白いなっていうところから、まあ、いろんな人を誘って展覧会を作るっていうこととかを始めた場所でした。ここがショップと版画工場の機能もあった場所。あ、そうですね。リソグラフっていう、リソ化学工業リソプリントっていうマシンがあって、そこでプリントをして、例えばコンタクトゴンゾーの展示をやってたりしたんですけど、うん、それは全部理想グラフで作品作って、展示してました。で、まあ、誰でもできるっていうのが売りのマシンではあるんですけど、うん、やり込めばやり込むほどなんか別の使い方ができていくっていう DIY 精神とすごい結びついたようなマシンだったんで、うん、じゃあそうやって作家をキュレーションしながらも一緒に関わって作ってって展示したり売ったりするみたいな。今でもそうなんですけど、多分その源流がこの時にそういうふうに結構アイディアを持ち寄ってこういう素材で作った方がいいんじゃないかとか、なんかこうしたらもっと面白いんじゃないかみたいなディスカッションというかそういうものがこの時に芽生えていったのかなと思いました。ゴンゾーなんかはねパフォーマンスの人たちだからある種まあその提案の仕方もなんかありそうですけど、例えば画家であるとか。写真家であるとか、まあ、立体の人であるとかそういう人たちとももう一緒にこうそんな感じでやってったみたいな。そうですね。そんな吉野山さんに今回ミートアートフェスティバルのキュレーターをお願いするということになってるんですけれども、うん、はい、どんなエキシビジョンになる予定でしょうか。はい、ミートアートフェスの大きなテーマニューエラーで、まあ、僕がやろうとしてるエキシビジョンの場所はタイトル「スーパー、スペクトラムスペシフィケーション」っていう、うん、なんかスペクトラムっていうのは、まあ、あんまり境界がないというか、例えばでっかい壁で仕切られてるわけじゃないとか、虹のどこからどこまでがこの色かっていうのがある種一つにも見えるし、まあ、分けることも可能みたいな分類のこっちの定義次第で分けることができるんですけど、なんかそういうあんまり境界がない状態というか、それが物的な。物質的だったり気持ちというか思想みたいなものとかテーマとかを何個か用意したとして、作家とかがいたとして、それがなんか段階的に変化していくみたいなものをやりたいなと。でもまあアーティストのセレクションなんかももちろん関わってらっしゃって、 はい、でも大体決まってきてますね。大体決まってきてますね。うん、はい。僕とあと2人いて、関西拠点に活動している堤さんっていう方、うん、山中スープレックスという場所をやってる方と、はいはい、あとパフォーマンス系のクリミアユリカさんという方に入ってもらって、3人で作家の選定だったり、うん、内容を決めるっていうことを、うん、やっていってます。まあ、だから去年一昨年とやってくれてた山峰純也さんというキュレーターは、うん、まあ、監修的な位置にもあるのかな。そうですね。でまあ今回はその3人のキュレーターで全体を、それでまあ国内の作家さんだったり、国外東アジアの方に声をかけたりしていって、今どんどん集まってきている段階です。空間としても参加人数としても過去最大規模になるっていうふうにちょっと聞こえてきてるんですけど、ちなみにどんな方参加ご予定なんですか？例えば、さっきも話したコンタクトゴンゾさんにも話していて、あとは、メスっていうレーザーを使ったりする作家さんにも声をかけていたり、オルタっていうコレクティブ、一緒に神津島の企画をやっていたんですけど、その選んだ選定理由というか、身体的なパフォーマンスもするし、展覧会インスタレーション形式だったり物的な作品も作るっていう方たち、でもそれが結果的にパフォーマンスするか展示するかっていうのは置いといて、なんかその2つの何か特性がある人をなんか選んでいったっていうところはあります。どちらというこだわりももしかしたらそのアーティストの人たちにはないのかもしれないですけど、ある種もうちょっとフィジカル的にアプローチできる作家を選んでいるみたいなところはあるんですかね。4日間の展示っていうことと相性がいいというか、それで例えばその人一人が立ってるだけで見え方が変わってしまうというか、その人が世界の中心みたいなものが起きてしまうっていうのが、パフォーマンスのアートのいいところだなと思っていて、つまりたくさんの作家さん、最大規模なんですよね、だから作家さんがそのパフォーマンスもやるし、そういう展示もやるっていう、そのちょっとそういう人たちがその4日間一堂に会して、でその4日間の間常に動的な、ものが空間の中で行ったり来たり起こったりしている可能性があります。なるほど。してないかもしれない。してないかもしれない。なるほど。しているようにしたいなと。まだね、まだこれからですからね。このミートアートフェスティバルって一応そのフードもあるし、あと音楽があったり、あとはとにかくいろんなカルチャーが横断的に繰り広げられるフェスティバルなんですけども、これに対して率直にどう思われますか？僕が都市が好きな理由っていうのが、まさにそういう出会い頭というか、人がいっぱいいて、ちょっと動くと、動き方によってなんか自分の人生がどんどん変化しちゃっていくことが、なんかそのリアルタイムになんか分かってしまう。都市の好きな理由ってそこなんで、こういう身近な世界の中にもまだまだ知らないことがいっぱいあるんだっていう気づきにもなるような気がしてます。ミートアートフェスティバル日程は10月の11日から14日の4日間ですね。楽しみにしております。というわけで本日のゲストは吉田山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも森山未来です。今年もですね、国内最大級のアートとカルチャーの祭典ミートアートフェスティバルの開催が決定しました。ミートアートフェスティバルはアートを軸に音楽、食、ファッション、ライフスタイルと隣接した多様なカルチャーを一堂に会することで、アートに対する新しい出会いや発見を設計します。今年のテーマはニューエラーとし、100名以上のアーティストの方々はもちろん、多様なクリエイターとともに新しいムーブメントを巻き起こします。天王洲運河一帯を舞台に10月11日金曜日から10月14日月曜日まで4日間にわたり実施します。僕も参加します。ぜひ遊びに来てください。